区庁舎内駐車場での野宿者向けの炊き出しに渋谷区が中止を勧告している問題で、7月29日、支援者らが抗議声明を出しました。それは炊き出し自体を否定しているわけです。ただ、渋谷区役所の敷地の中でやっていただいては、許可できません。毎週金曜日に行われてきた駐車場での炊き出しに区が中止を求めたのは6月末。これに応じない支援者との間で議論が続いてきました。何もない駐車場の管理にもとりあえず人命の方を大事に考えていただけないですかね。毎回言ってますけどね、私どもは許可しておりませんので、はい、あと何回そうやっていらっしゃる？毎回いらっしゃる？議論は平行線のまま、区は節電と称して業務時間外の駐車場の明かりを消灯。7月8日から支援者らは電池式のランタンを頼りに食事を配っています。ここへもし炊き出しなくなっちゃったら困ります。困っちゃいますよね、はい、そんな中止することはないと思いますけどね、うん。何か言いたいことが区にある人が一言書いていただいても構いませんので、まとめて出しますから。支援者の呼びかけに応じ、多くの炊き出し利用者が署名に協力。渋谷区の姿勢に抗議し、謝罪を求める声明がまとめられました。給食活動については変わらず続けていくということと、まあ、区の方ができればこれで多少理解をしてくださって、なんとなく見逃してくださるんであれば、できればこのままあまりことを荒立てないで続けていきたいと思ってます、うん、はい。現在炊き出しに並ぶ人々は120人以上います。生活に困窮し、たった一食を求めて集まる人々に行政がどう対応するのか、今後の成り行きが注目されます。